います。さよなら。はい、こっちもできたんだ。最後の最後でギャラリービューがあることを知ってしまいました。はい、じゃあ今日はゲスト会でーす。画面が切り替わっちゃうんで、僕が紹介したら OKOKOK。 いや、もう出てるから。ゲストのゆうかさんです。ちょっと待って、なんでなんで、ちょっと待って、ちょ、名前が間違ってるんですけど、ゆかです。それはもういいじゃないですか。小向井ゆかでございます。ゆかさんです。はい、ゆかさんです。よろしくお願いします。じゃあ、これで3本撮るんで。どういうこと？どういうこと？3本撮りにする。まずこれで3本撮るっていうのは初耳なんですけど、なんとない。いや、考えてきたんですよ。アートアクアリウムに行きたいって言ってたじゃないですか。はい、言ってました。僕毎年行くぐらいすごい好きで、アートアクアリウムが。で、金魚も結構詳しいんですよ。本当に？金魚って結構種類いるんだけど、僕が好きな金魚ベスト3を答えれたら、アートアクアリウムのチケット代おごるんで。それ明日の動画で、明後日はちょっと今結構韓国ハマってるんですよ、僕。そう、ゆうかさん好きじゃないですか。で、ちょっと韓国にハマってるんで、ちょっと韓国の魅力を教えてください。プレゼン、僕にプレゼンしてください。韓国のプレゼン？韓国に行きたくなるプレゼン。え、待って、私も行ったことないもん、韓国。めっちゃ韓国語使うじゃん。韓国語はだって使うだけただじゃん。いや、まあまあまあ、そうですけど。ほんで、アートアクアリウム行くじゃないですか。お互い写真撮って、どっちがおしゃれな映え写真撮れるか対決で、最後に写真を見せ合う。え、さ、ちょっと待って、うん、いや、いいんだけどさ、うん、いいんだがさ、うん、前もって言おうよ。それはまあ、グーの音も出ないですけど。今週1週間よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれやって、この動画が、この動画がよかったら、いい、グッドボタン、グッドボタン、チャンネル登録。もう少し、よろしくお願いします。そっちのチャンネルをよろしくお願いします。はい、じゃあ明日です。